はーい、めちゃきつかったよ。帰ってくんのだけで一苦労。お前に任せたい依頼はかなり難易度が高くなる。あれより？ね、これ天井シップまで潜り帰還しよう、行ったんだが。いや、一回行ったよ。この依頼を達成できれば、はい、お前が月笛に昇格できるよう、え、早くね？推薦するつもりだ。え、超早くない？言っている意味はわかるな。3層まで行けるってことだよね。え、でも俺あそこでなんか変なやつと戦ったよ。青笛の卒業がかかっている。なんかあれだな、青笛から月笛めっちゃ早いな。力をしっかりと発揮してみせろ。はい、わかりました。え、でも天井シップってあれでしょ、なんか変なさ、異国のさ、やつらが襲ってきたとこだよね。え、あいつら結局何だったんだ。マルルクちゃん、俺ついに月笛になるんですよ。え、やだな。会話が変わっていないな。あれから結構年月経ってるはずなんだけどな。よし、じゃあ月笛になりに行くか。いや、なんだろうな、一応ね、弓矢はフルセットで装備していて、で、あと銃もあるんだよな。なんか即席で作った弾3発しかないけど、弾3発しかないけど大丈夫かな。ここだっけ。あ、ここだ。おえーなー。何くんだろう。あれじゃないよね、カニじゃないよね。あのカニだっていつも見てるもん。さよならカニさん。これがアビスの現実ってやつだ。またお前らかい。え、でもこれ違うよね多分。なんかよし、もうあれだからね、こいつらの攻略は分かってるから、毒をやめろやめろやめろ。よし、あと一人。これもう毒矢当てたらもうあと歩き回るだけだから。ちょ、邪魔邪魔。あー危ない、もう銃のやつが一番怖いわ。 OK、 もうこれあと歩くゲームですよ。いや、大須生まれの、まあ大須生まれかは知らないけど、大須育ちの毒弓使いも手慣れたもんですよ、この毒殺していくって。ほら、お前ももう命が終わりなんだよ、諦めな。はい。こんな子供にやられるとは。どこだ、 あったあった。何が入ってる。炎天界、早急界。炎天界か、割といいね。重くなっちゃったけど、まあいいでしょう。まあこんな感じでね、おそらくここから先に来るやつも毒殺する羽目になると。なんかいますね、おらおら。なんなのあれ、前みたいなやつなのかな。うわー、こんにちは。うわー、なんか挟まれたらやばそう。うっふ、なんすか、なんすか、なんすか。え、なんか構えてる。あれ、なんか意外と大したことなさそう。あ、待って、なんか硬くね。あ、もう食ったし、ちょ、うわー、避けられるかなそれ。よいしょ。あー、ばば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 、怖いね、怖いね。ね、これ当たんない方法ありますか、当たんない方法ありますか、これ。まあでも好き自体は結構あるから。近い。おお、ここ弓がなくなった。ならもう早急回でいくしかない。なんか早急回2個あんだけど。え、あいつら2個も落としたの。そんなんいらんて。やばい、潜った。はいはいはい、回避連打回避連打、当たる。ほらほら、これでとどめだ。倒した、あ、倒した倒した、やったー。いや、結構硬かったな。この手の機械は毒。どうしたどうしたどうした、バラ振っちゃって。あー、もう綺麗な服が土まみれになっちゃうよ。潜っちゃった。
恥ずかしくなっちゃったのかな。船長シップの調査はもういいだろう。報告しに戻ろう。いや、こっから。あ、こっから酸素いけんの？やったー。あいつが掘ってくれた穴から行くんだ。にしても、こっからまた帰んのも大変だよ。ただいまー。我が故郷よ。いや、やっぱ2層から上がってくんのは相当きついね。時間がかかってしょうがないもん。なあ、観光お前どうせ食いもんだろ。いつもの無事に任務を達成できたか。ちょっともっと褒めてよ。正直今回は難しいだろうと俺は考えていた。まあちょっと難しかったけどね。もうしばらく青笛で探掘の経験を積む必要がある。いや、もういらないいらない、そんなもん。だが俺の予想を覆したようだな。成長速度やばいからね。うわ、かわいい月笛だ。お前の月笛だ。ジローさんじゃなくて今回、念のため手配して。今度からジローって呼ぶからね。無駄にならずに済んだぞ。いや、よかったわ。まさかお前が月笛になるとはな。もうジローさんと同じだからね。これから俺とお前は先生と生徒ではない。もう対等だから、対等。同じ月笛。先輩と後輩の関係になる。まあそうだね。それはまあ、個人の仲間たちの手本になって導く立場だと自覚するんだ。あれ、俺たちより早く入った。あれ、あいつらは。ナットとシギーは。あれ、立場がちょっと、うわー、月笛だ。ちょっと立場がね、ちょっとかわいそうですね。あれ、また教室に。なんだよ。お、なんだ。あれ、え、おい、誰誰誰、お前。知らねえ。君が僕の依頼を受けてくれたのか。え、知らない知らない、何それ。依頼を受けてくれてありがとう。え、何の依頼だよ。早速依頼の内容なんだけど。一応聞いといてやるか。僕の父さんの形見を探してきてほしいんだよ。オルゴール、この間僕が探掘に出た時落としたみたいで、探しても見当たらないんだ。言うていそうでしょ、赤笛だから。ちなみに僕が探掘に行った区画はここだよ。お引きの滝、この辺りを探してきてくれないかな。わざわざ総引きの滝行く機会がないからな。僕はこの間の探掘で足をくじいちゃって、今は探掘に出られないんだ。治ったら行けばいいんじゃないですかね。でも君が依頼を受けてくれて本当によかった。受けた記憶ないんだけど。安心して任せられるよ。よろしく頼むね。え、受けたっけ。お前、ゆで卵、芋餅、孫芋、いらねえ。何このゴミオンパレード、いらんわ。お前、食いもんで釣れると思ってんのか、この月笛様を。舐めすぎだろ。いや、どいつもこいつも舐めてるわ。ようこそいらっしゃいました。立ち彼方一回倒したことあるよ。石の箱辺にいる角泣き30体ってあんだよ。どんだけ倒させんだよ俺に。ゴーゲオットバス、あ、オットバスってあのあれか、カバか、泣きカバね。泣きカバで倒せるかな。あれ、倒せないものと思ってたんだけど。隠蔽を、とにかく。やべえ、依頼多すぎる。まあダラダラやってっか。まったりとね。これはまったり実況だからね。こんにちは。はい、こんにちは。何か追加されてる？月笛のピッケル。え？攻撃力めっちゃ高い代わりに、めっちゃ重くて。重すぎでしょ、これ。なた。重たいが破壊力は抜群である。800g。なんか重いな、全体的に。え、炎天高っ。え、炎天界こんな高いの？4500すんじゃん。あいつらから奪ってよかったわ。炸裂弾。全体的にやっぱ攻撃力高くなってんね。早急回。これは拾ったね。服なんか新しいの。なにこれ、ダッサ。原生生物の骨を素材にした帽子。いや、強いけどダッセーよ、これ。メッシュ。こっちの方がまだいいわ。でも、強いんだよな。ダッセーけど。あ、でもこれちょっと可愛いな。肩パッド邪魔だけど。なんか骨の素材にしたやつダッサいんだけど。やだやだ、なんか。地蔵。なにこれ、煎じ込み。特殊加工を施した釣竿、重量もあるためクロート好みと言える。耐久値も上がり壊れにくい。でも今ので結構壊れないけどな。そもそもあんまり釣りをしないっていうのもあるけど。軽量型ハーケン。まあいろいろ追加されましたね。
おばさん。いらっしゃい。いらっしゃい、おばさん。ありがとうございます。硬い肉。もう一個買っとこう。毎度ね。ラフィア。ラフィーの特製手料理追加されてんじゃん。もうこれいらなくなっちゃうじゃん、燻製魚。辛いようなやつ。大人のおにぎり、あ、待って、大人のおにぎりの方がこれなんか、数値は低いけど、重量も低いし便利そうじゃん。おにぎり持ってこうかな、今度から。やっぱね、旅のお供と言ったら、もう、あれですよ。おにぎりですよ。ああ、君か。ヨネちゃん、何追加されてる？防寒帽。言うてそんな寒い地域とかないけどね。防寒上着。まあちょっとモコモコしてて可愛いけどね。言うて2層の間が、え、何これ。倍率可変。あ、倍率可変？遠くからでも見れるってこと？超便利やん。もういらないじゃん、なんか今日。お前そうやってすぐさ、うちの持ち物を参拝にするのやめろよ。いろいろな瓶詰め。これはいらないけどさ。あ、お守りも追加されてんのね。なんかどんどん参拝になってくな、俺のお守りが。わ、部屋久しぶり。結構長い間潜ってたからね。マルルクちゃん帽子。出番短かったな。防寒。これか。防寒。さあ、どうなった？なんか思ったより薄着だな。もっとモコモコしてると思ってたんだけど。まあ、可愛いからいっか。防御力が全然違うんだよね。マルルクちゃん帽子より。恐ろしい。あ、そうだ、スキルだ、スキル。月笛になったらめっちゃ触れるからね。洞窟。荷物がすごいもん。これ全部振っとこうぜ。これ一番大事だろ。運搬。シャカミード速度。あ、シャカミードはあんま使わないからいいか。タマウガチの毒症状。タマウガチってなんだっけ？こんな人いたっけ？治癒が完了するまで。これはまだいっか。採取場。あー、これもいい。振りたいものが多すぎる。初級異物装備ちょっと気になるんだよな。ちょっと振ってみるか。料理何が追加された？燻製だったよな。あ、これガン肝。ガン肝めっちゃ強い。待って、スタミナ50回復すんじゃん。ガン肝やば。最強だ。ガン肝強すぎるだろ。ガンギマスの内臓の燻製。大人のおにぎり。おにぎりも強いな。おにぎり、なんか急に食材が強くなった。もう肉銀とこ汁いらないじゃん、これ。肉銀とこ汁。重いんだよな、肉銀とこ。ガンギマスの内臓の燻製もいいし、ガンキももいいじゃん。最強じゃん。燻製魚いらない。かわいそう。異物ピッケル。何これ。月笛ピッケル。え、ちょっと待って。なんか、待って、めっちゃ攻撃力高くね？異物ピッケル。何これ ?400 ってあんだよ。バグかよ。140から400って上がりすぎでしょ。異物なた。横装板？何これ？応装版？応装版かよくわかんないけど。重量クソ重てえけど。強すぎでしょ、これ。クリティカル発生、耐久値が高い。玉握りはよくわかんないけど。なんか作れそうな。ナタ作ってみたいな、異物ナタ。じゃあ取っとかなきゃいけないな。応装版とかさ、取ってたよね、応装版。これでしょ、これ大事に取っとかなきゃいけないのか。いや、重量も増えた増えた。16000って増えすぎだよね、急に。12000か16000だもん。ん、お前か。お前か、あなた様って言いなさいよ。少し頼みたいことがある。なんだよ、頼める立場か。急な用事が入ってしまって、俺が引き受けた依頼が間に合いそうもない。おい、頼むよ。代わりを探しているんだが、お前がやってくれるなら心強い。どうだ。内容によるんだけど。いや、もうすぐうんって言っちゃう。かわいい。深海三層の高温区域でのいきなり原生生物の生態調査だ。いや、だから深海三層行ったばっかでさ、それやめろって。もう時間がない。はあ、詳細はまとめてやる。すぐに潜ってくれ。もう無茶ぶりがひどいんだけど。だって俺今さっき月笛になったばっかっすよ。それでいきなりさ、時間がないから早く調査しろっておかしいでしょ。無茶苦茶よ。